お、ああ、じいさんの指令か。強敵たちだ。助かるよ。何が知りたいんだ？気をつけてな。試しにでも行ってみない？言うじゃねえか、プロンプト。ま、俺はどっちでもいいぜ。ロクト、敵の後ろを狙え。なんてや、プロンプト。よし、くらえ。どうだ、エグルス。もらった！うりゃ！大丈夫か？あ、なんとか。うりゃ！その調子だ、ノクト。ああ、ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。はいよ、連携成功。さあ、これならなんとかなるっしょ。いや、ああ、ヌードルでついてる。グラディオ、これで満足だろ。あー、喉渇いた。腹減ったな。苦戦したからな。休むか。うん。いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。陛下や親父たちに習ったってのもあるだろう。
車も同じだしな。陛下の旅もこんな感じだったのかね。どうだろう、似てはいたと。もが戦争の真っただ中だからな、気分は違っただろうさ。そっか、戦いに行ったんだ。でも旅は楽しかったらしいぜ。だから許したんだろ今回。ああ、なるほどね。ああ、ひどい。油断禁物ってね。頼りにしてるぜ、軍師殿。ああ、うん、ラジオ、頼む。うわっ、おい、悪い。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。俺一人で十分だ。お前はここで見てな。うんだよ、一人でカッコつけんな。あ、いや、じゃあ本気出してみる。さて、どうする。正面突破。後ろやったな。お互いにな。うまいこと言ったな。お互いにな。ついよっと、しっかり敵を見極めて、もっと気を。はいはいはい、それえいっ、うっ、うっ、あれ、悪い。プロント、当たれ。おりゃ、楽しいな。ドクターがいると楽できる。せや、ドクト、一の敵と戦うときは、いや、あそこに。もっ、無事だな。はいはい、行くぞ。ああ、今日は何する。さすがだな。
何か食ってくか。倒してきてくれるのか。頑張ってきてくれ。好みの品を選んでくれ。ガーディナまであと一日はかかるな。俺そろそろ風呂入りて。だな、今日はここ泊まるか。受け取ってくれ。また来いよ。そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？どうする？好きな色を選んでね。次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？今できるのはこれかな。何色にする？どのステッカーにする？いいのあった？これでいい？きっちり仕上げるからね。うん、注文通りに仕上がったよ。準備はできているか？あ、あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。
うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。またどうぞ。うまそうな匂いだな。フローズネストにようこそ。お腹は空いてませんか？腕に自信はありますか？メニューはこちらです。はい、すぐにお持ちしますよ。なかなかうまそうだ。ありがとうございます。この間窓辺見ちまったよ。怖いなあいつら。
準備はできているか。あ、行こうか。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレは？マジだ。ガーデナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。いらっしゃいませ。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお待ちしております。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣いは？おい、あんた何なんだ。
見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。素敵な店ね。本当に綺麗ね。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。どちらを召し上がりますか。倒してくれればありがたいけど。またいらしてくださいね。やはり運休か。ああ船いないよ。なんで。ご苦労様。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。なあ、ちょっと俺の話聞かない。じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。今日は船が出てないんですって。原石持ってきてくれればいいだけだよ。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹減ってる。減ってんのか。ああ、わかった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌が？近くで釣りでもする？そうだな。やってみるか。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。あなたと世界中の道を楽しみたい。
車の快適性を彩るコルニクスのオイル、お求め。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。じゃ、腕試しだ。このごちそう。お、やったな、木刀。ガーディナにようこそ。素敵な店よね。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あ、あっちに猫が。冗談よ。事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。お腹すいた。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていたいな。お疲れ様。ちょっと待っててね。
あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。できたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう。執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。お？行くぞ。行こう。明るくしよう。今日はここまでにしたらどうだ。ねえミエ、まず晩飯を食べないとな。なんだ、また早起きしろって怒られたのか。ああ、早起きできるようにか。
ノクト、明日の早朝海岸にトレーニングしに行くぞ。仕方ねえな。それじゃ明日早朝に起床な。しっかり起きろよ。あそこが良さそうだな。こっちだ。どこだよ。何やんだ。ま、せっかく砂浜があるからな。走る。はあ？そんだけ？ま、走ってみたらそんなことも言ってられねえぞ。砂浜ってのは走るのがきついからいいトレーニングになるんだぜ。早朝だしな、体を起こすにはちょうどいいだろ。どうせなら勝負にするか。勝負？お前が負けたら毎朝俺のトレーニングに付き合ってもらう。そうだな。マジかよ、絶対負けられねえし。あそこがゴールだ。それじゃ始めるぜ。よー、スタート。グラディオのやつ、はえ。そんなんじゃ負けちまうぞ。楽勝だな。なかなかやるじゃねえか。よっしゃ、やるじゃねえか。まあ早朝から砂まみれになって帰りゃイグニスも何も言わねえだろ。すげえ特訓しましたって顔しとけよ。なんで早朝にって思ったらそういうことかよ。ま、早朝の景色も意外といいもんだな。それだけでも早起きの良さが分かりゃ十分だ。じゃあ帰るか。今日はよくやったな。ちっけんだよ。やればできんだ。